皆さんお待たせしました、ラダーはしごデスマッチ45分一本勝負、中巻庄司対クリプトキーパー。さあカウントダウンが今行われて、リング中央のラダー、そしてボブワイヤーが山口さん巻かれてますからね。はい、来ました、早いもん勝ちです。これぞまさしく早いもん。あっとクリプトキーパーがちょっと早かったような感じ、ストンピング、そしてそのはしごにボブワイヤーがぐるぐる巻きにされているデスマッチのゴングが鳴りましたけども、早くもおっと、クリプトキーパーはしごを軽々と持ち上げて、あこれもまた悲鳴が山口さん出ますね、出ますね、出ますね。あの中巻選手、かくちゃんスタジオに、ね、来てくれた時にクセモノのクリプトキーパーと山口さん、このクリプトキーパーを評してましたが、うん、そういう感じしますよね。でもね、このクリプトキーパー、クリプトキーパーね、狂気を使わせたら多分今世界で 1,2 ぐらいじゃないですか。あ、そうですか、ね、あらゆる狂気使いこなせますからね。すごい評価ですね、チミトロブラザース中巻、これはね、スッキリと白星を挙げたいとこです。あのミスターポーみたいなね、えげつくはないんですよまだ、ね、ただこう非常にスムースにね、はい、狂気を使いますね。なるほど、軽やかにね、えげつくない、まだえげつくないですけど ね、 ただほらやっぱりあの、過去ウィング世界ヘビー級チャンピオンのね、勝ってますよね、なってるからね、うん、結構忘れてる部分多いんじゃないですかね。あ、うん、ですけどね、さあ椅子を持ち出して中巻に、あ2発目背中、鈍い音です。8月の20日川崎球場、この日に向かって IWA ジャパン突き進んでいますけども、この 5.1 後楽園で、山下さん、後楽園大会は8月の20日川崎球場決戦までないんですよね、確か。そうみたいですね、はい、ですから余計ね、後楽園のね、やっぱね、マニア、そして IWA ジャパンのねフリークがね多数詰められましたけどもね。あーもう流血ですよ、上半身にも血が流れております。あっと、強引に、あー離れられない中巻、ブスブスと、あれはボブワイヤーがね、あの T シャツ上半身の上から、これもやばいですね、これはちょっと、これはトップロープから、はしごがガツンと中巻の全身に覆いかぶさりました。ラダーはしごデスマッチ、そして場外落として、ここまではちょっと防戦一方中巻、あー椅子の中へ放り込みました。今日もやられまくってますね、おっさんね。えおっさん、はい、おっさんっていうのは、そうですか、いや親愛の意味を込めて言ってますよ、ね、僕は。この間、打ち上げる面白かったですね、朝まで。あれでしたね、居酒屋ね、店5軒ぐらい来ましたね、山口さん、六本木の店。一番中巻の大将乗ってたもんね、乗ってましたよ、もう終わったらね、朝になっちゃって、クラブ、居酒屋、いろんなとこ来ましたけどもね。あーリングに上がると人は変わる、さあ椅子攻撃でもものともしないぞ、ヘッドバットが出た、一本足だ、川崎ドリーム優勝したいというデスマッチトーナメントのねチャンピオンは俺と豪語してましたけども、しかしクリプトキーパーずる賢い、手慣れたこのレスラー、一筋縄では勝利はなかなか山下さん簡単には奪えませんね。うん、なんていうんですか、いわゆるモンスタータイプなんですけども、はい、で普通モンスタータイプって派手じゃないですか、ただ意外とね、手段がですね姑息なんですよ ね、 なるほどね、今の一発もすごかったですねこれね、そしてストンピング、うまくこのはしごを使ってますね、全く中巻
防戦一方来てますね。はい、大流血画鋲が、そしてガラスがこの中巻選手の体を刻んだことでしょうが、今回はこのはしごにボブワイヤーが巻かれたデスマッチ。ハンちゃんね、はい、ここでね、そうです、ここでね、はい、ある人物が出てくるんですよ、ね、そうです、あの人です、あの人、あの3人ですね。そしてもうそのコールがかかってるんですけどね、スクールボーイに行ってカウントが、うん、ような熱気でしたね、小焼けホール、やっぱね、観客どうしてもそっちのね、はい、方にね、目がいっちゃってるんですよね。しょうがないですね、うん、これはね、注目の人でしたからね。そしてブレインバスター、逆にチャンスが出てきたが、中巻カバーに入って断トツ、異様なこのコラックホールの雰囲気の中で、中巻 DDT、 やっぱ中巻にしてもね、気もそそるだと思いますよ。そうですよ ね、カバーに入ってカウント2、集中できそうもない雰囲気になりましたけども、見てない方は見てからのお楽しみということです。異様な雰囲気、そして客席の後方にクリプトキーパーを、なぜかね、あえてそっちの方に持ってったんですね。これはやっぱりその中巻選手のファイティングスピリットっていうかね、彼らに対しての誘導作戦なのかね。なるほど、うん、いろんな具合が、もうそこまでいるんですよ。なるほど、ええ、戦ってるような感じですもんね、うんうん、威嚇したような感じですよね。そして目に見えない部分とのね、はい、戦い、これがもうこの日はもう如実に出てますよね。そうですね、ええ、そして両選手リング内、クリフトキーパーボパワースラム片エビ貫突、もうなんかざわついてますもんね。そうですね、うん、やっぱりこう不安シーンとしてはちょっと試合に集中できないほど注目、うんうん、焦点の人だったわけですね、うんうん、これね、いいのか悪いのかね、別問題にしてね、はい、これはね、お客もね、これどうなってしまうのかと、はい、うん、いう人たちがかなり多かったんじゃないですか。そうですね、試合に集中したい不安心理もあるでしょうが、この時の人も、そしてリング内でこの2人が勝利のために戦ってるわけですけども、投げっぱなし、パワーボム、オンザもね、うん、返した、立てつパワーボムオンザ、バーブワイヤーラダー。なるほど、きついですよこれは。普通のプレスタイルでは全くありえないですね、もう一発いくんでしょうか、クリプトキーパー耐え忍んだリバーススループレックス、そしてカバーに入ってちょっと焦ってるかな、普通。そうですね、ヘッドバットバックへ回って、これはわーっとフロントからの顔面フェイスクラッシャーで入りましたね、入りましたか、入りましたね、微妙なカウントでしたが、ここでゴンが鳴らされました。中巻障子8分23秒耐え固め、クリプトキーパーからカウント3。さあここで、そうです、先ほどから私と山口さんがコメントしていた謎の注目の人とは、元 FMW ミスターガンノスケ、中巻に何かやじっています、つかかった、中巻が返す、この時のホールの雰囲気、ボルテージが異様な盛り上がり、この鼻っ柱強いですね。はい、 4.21 FMW コラケンホール大会をボイコットしたガンノスケ、そしてターザンこと、そして1R の3人がついに IWA この 5.1 後楽園大会のこのリング上土足で乗っ取りに来た感じですかね。そうですね、山井さん、こうしてなんだ、得意の石攻撃、ターザン後藤と中巻元 FMW の中巻庄司が巡り巡ってこのホームリングの間プレー、後楽園のリングで元 FMW のターザン後藤、そしてミスターガンノスケ1R と相まみえるとは、山口さん、夢に目を追わなかったでしょうね、まあ、ある程度ね、予期してたことなんですけどね、はい、やっぱこうやってね、
現実のものになってくると、これがそしてここなんですよ。ポップコーン片手に理不尽だよと言ったら WR の冬木、これにも驚きましたね、うん、ポップコーンなんてしょうがないね、これもう。そうだけど、まあもということらしいですね。ちょっと聞き取れないんですけどもね、冬木がマイクアピール、そして下道の姿も見えます。ターザンたちが上がってこい、あ、ここでポップコーン投げました。これにはターザンごとガンノスケいっちゃら、すごいことになりました。ここは IWA ジャパン後楽園大会の試合会場ですが、これ WAR でもね、FMW でもないですよね。はい、IWA ジャパンなんですよね。そうなんです、正式に FMW 辞表提出受理された。ゲドは会いたいだけど、ました、ちょっとファンに見えちゃったね、一瞬ね。ねえ、ゲドやっぱりあの帽子脱いでほしかったね。今あのね、邪道は怪我してますんでね、うん、うわ来た来た、本来なら邪道もね姿を合わせる表すところなんですけども、そしてターザンゴと来た、邪道来た、ほら冬木、元全日本プレスと言ってもいいんですね。昔のねルーツを紐解くと、同じ釜の飯を食ったというね、若干ですがね、なんか最高のボルテージに達したですよね、この時はね。はい、うん、ようやく下道だったのかってね。そうでしたか、私すぐ分かったんですけども、でもちょっと一瞬見間違えたかなというのもね、うなずけますが、ちょい茶髪多いから最近、あのファンでも本当にね、皆さん、僕たちは茶髪にはしませんよね。いや、わかんないですけどね。そうですか、一回一日がしたいですね、でもね、二人でね。あー、これには乗っ取られてしまった IWA ジャパンの仲間、そして他の選手の姿が全く見えない異様な雰囲気です。誰が誰を狙ってきたか、やっぱ通路でね、冬木、後藤も見合ってんでしょうね、まだ。あ、ここはね、カメラさんも大変だったと思いますが、不安を押しのけ、この乱闘をね映しています。ラダーデスマッチは仲間がクリプトキーパーからカウントスルー奪ったんですが、その直後、元 FMW ターザンごと今マイクを手にリング内に入ってきました。これやっぱブーイングなんですよね。ですよね、うん、8割ぐらい山本さんブーイングでしたね、うん、あとね2割ぐらいがいいぞというのもありましたけどもね。このね、ターザン後藤が本当のプロレスをね、うん、教えてやるっていうところだけ ねかなり湧いたんですよね、はい、うん、ブーはあんまりなかったんですよ。そしてやっぱ痛いところをついていきますよね、アメさん、はい、やっとこの本願である自分の庭である IWA ジャパンの選手たちがここで来たわけですね、うん、小野、岡野、田尻、ゴングが鳴らされている異様なボルテージの後楽園、これよくわかんないですね。これわかりました、私、俺たちが真の FM ダラブラ、甲高い千原の声でした、しかし大ブーイングのこの3人を迎えたコレゴンの不安というね、